お疲れです。あ、お疲れ様です。すいません。じゃ今からとあるところに行く。はい、そうなんですよね。実はそのザ・シングルっていうところに、あ、今からねちょっと向かおうかなと思いまして。なんすかザ・シングルって。ザ・シングルっていうのはなんか相席屋が今なんか新しくプロデュースしたところで、うん、1対1の相席屋でございまして、女性と1対1で。そうなんですよ、あの相席屋の1対1番ってこと。そうなんですよ、まあ、緊急事態宣言負けたんで。はい。場所はどこですか。場所は一応新宿の靖国通り店っていうところで、銀座と恵比寿と池袋にあるのか。あ、そうなんですよ。他に。あ、じゃあいただきます。あ、はい。彼女見つけに行くんですか。もちろん。32ですから。あの、はい、何日か前に僕に恋したいんですっていう謎の LINE 送ってきました。はい、もうマジで切羽詰まっちゃいまして、はいはいはい、本当に上田さんに頼むしかないな、はい、ここは。で、はい、なんか探せってことで何だか見つけてきましたけど。うん。もう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。マジで。今日のためになんか準備していこうとか。まあ、実は髪型をねちょっと変えてきまして、はいはいはい、まあちょっと韓流にしてくれとあの日確かになんかそんな感じするな。そうですよ、行ったことないんでどんな女性が来るかも分かんないですよね。いや本当にね、昔はキャメロン・ディアス、ニコール・キッドマンとか高かったんですよ、やっぱ理想が、はい、なんでもう今回はもうね下げて家庭的で一緒にいて気を使わない人に、はい、絞ろうかなと。いやそれちょっと分かんないです、その人来るか。とにかくね、持ち前のこのトーク力で女の子たちを落としたいと思います。はい、まあ一応 YouTube の企画ではあるんですけど、はい、あの、ちょっと、こっち見て。あ、ごめんなさい。一応 YouTube の企画ではあるんですけど、うん、考えなくていい、そんな。あ、てか、ちょっと待って、タネくん。タネくん、ごめん。ごめんなさい。ね、食うなよ。ごめんなさい。今から相席するのに。まあまあ。考えなくていい、その企画とか、はい、そのなんかちょっとなんか落ち着けて、はい、女の子と変なトークしたいとかもう全くしなくていいです。わかりました。ガチで彼女を作りに行ってください。わかりました。あんなラインに送ってくるぐらいなんだから、はい、YouTube とか考えなくていいです。わかりました。一応撮っとくけどっていうぐらいのつもりで撮ってください。本当にあの自分の自然体で。あ、そうですそうです。お笑いとか考えなくていいです。ちなみにこれフラッといけるもんじゃないんですよね。あ、これね、あのなんか予約制で、あの当日はできないみたいですね。うん、うん、仮予約みたいなのが必要で。ベロ真っ青にならないですか、そんなのでマリオさんですね、やっぱりね、美味しいですねこれはい、ということで、はい、いきますか。いやワクワクするな普通に行ったら1時間で終わりってことですか。そうですね、普通に行って1時間で終わりなんですけど、はい、もしその後ご飯食べに行くってなったら行ってください。わかりました、はい、ちょっと狙いに行きます今日は、はい、今夜ははいはい。あの喫茶店から約2時間ぐらい経ちまして、はい、無事帰ってきました帰ってきちゃいました。そうですね、帰る予定ではなかったんですけどもねどういうシステムですか。まずシステム、最初あの来店した時に説明があって、うん、基本は1対1でまず案内されて、はい、席連れてかれた時に、はい、女の子座ってまして。もう待ってたんですか。待ってましたね、はいはいはい、なんかいきなり連れてくるんですか。いきなり連れてきますうんもすんとも言わず、もうすぐもう案内されて。あ、はいはいはい。結構女の子が今飽和状態になってて、男の人があまり来てない状態みたいで。そうなんや。はい、それでもなんか結構もうスタンバってまして、それでまあちょっと自己紹介して、じゃあ飲みましょうかみたいな、で乾杯して、そっからまあ20分時間が決まってまして、ちょっと20分間やったら次の女の子にチェンジというか、はい、次の席に案内されるみたいな。で20分間話して終わりました、はいはい、終わったらそのザ・シングルカードみたいなのがありまして、そこに Facebook、インスタ、あとはその電話番号と名前が書く欄があって、ちっちゃいカードなんですけど。あ、プロフィールカードみたいな。プロフィールカード、連絡先を交換するためのカード、はいはいはい、この子いいなって思ったら書いて渡すっていう、はい、でもその直接は渡せなくて、はい、店員さん経由で渡していただける、はいはいはい、なんで後ほどまあ連絡が来るか、はい、もしくはみたいな。特にあのあんまり気にならなかったら別にこっちから渡す必要もなければ、向こうからも渡す必要はないっていう感じなんです、はいはいはい、ですね。ほんで、まあ、次の二人目の女性に行って、はいはい、で、まあ、トーキングして、またその書くじゃないですか。はい、書いてる時になんか、またその三人目案内されて、二人だったんですけど、なんか自動的に案内されたんですよ。はい、あの、次いますから、みたいな。はい、一応三人と相席したってこと、ね、三人と相席して、合計4,400円。はい、はい、はい。なるほど。はい。システムの話は、まあ、そんなところで、はい、こんな感じで。大事なのが内容ですよね。あ、内容です、ね。内容っていうか、その、どんな女性でどんな会話をしたのかっていう。あ、まず一人目の話を言うと、はいはい、まあ、大学生の方で。うん。で、まあ、就職活動してますって言って、うんうん、とてもスマイルのいい子で。あ、可愛かったですか。まあ、悪くなかったなって。すいません。もう初めてで、すいません。
どうもすいません。あ、よろしくお願いします。あ、すいません。ありがとうございます。あ、米村文明と申します。はい。あ、そうですね。福祉の仕事をやってまして、まあ、お笑いの方もやってます。はい。そうなんですよ。お名前なんていらっしゃいますか？あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあそうですね。ちょっと、これ、どういう感じなんだろう。これで、あ、トークするって。すいません。何の勉強してるらっしゃいますか？プログラミングはすごい。僕もそのなんか昔その大学ゲームプログラマー目指してた時あって、で工業大学行ってたんですけど、なんかそのあれなんですよね。パソコン持ったのが大学からで、だからそのみんながその授業中ブラインドタッチするじゃないですか。僕だけちょっとわかんないからこうちょんちょんちょんみたいな。でもう全然ちょっとついてくれなくて、でもゲームとかは好きなんですけど。あ、お笑いはそうですね、もう6年ぐらいやってるんですかね。テレビも3回ぐらい出させてもらって、あとはアベマ TV とかと BS の日テレとか出させていただいたことがありまして、いやいや、とんでもないです。すいません。なんかやっぱりなんか人のためになる仕事がしたいなと思って、そのお笑いもその人を笑顔にさせるみたいな、人のためになる仕事がいいなと思って、まあ、やり始めたっていうのがきっかけですね。そうですね、まあ、争い事とかはなんかないようなのがいいなと。結構盛り上がってリアクションも結構良くて、え、すごいですねみたいな、おお、いえ、そんなすごくないからみたいな。でプロフィール交換して、で僕はあの LINE の ID 乗っけて、はい、電話番号も乗っけて、はい、で向こうから帰ってきました。おお、帰ってきたの？帰ってきたんですよね。ちょっと電話番号だけ乗っけてて、うん、はい、まあちょっと珍しい感じがします。珍しいパターンですよね。LINE じゃなく電話番号なんだっていう、はいはいはい、でそれもらって、まあ一人目終了しました。うん、二人目の方は20代後半か30手前の感じだったんですけど、僕のことを結構いじってくれるのかわかんないけど、会話するじゃないですか。え、それって、素がそれなんですかって言われて、結構笑ってくれて。あ、どうもよろしくお願いします。あと、米村文明と申します。あ、そうです。フルネームじゃない、わかんないです。ちょっとごめんなさい。フルネームじゃない方がいいですか？あれ、どうでしたっけ？すいません。お名前なんていらっしゃいますか？あ、全然大丈夫です。すいません。あ、ひっさん。あ、よろしくお願いします。なんか今来た感じすごいですね。あ、そうですね。今来まして、初めてちょっと、あ、ありがとうございます。あ、じゃあ、ごめん、あ、すいません。名前な。あ、ひっさん、すいません。ごめんなさい。失礼しました。福祉の仕事しながらお笑いやってます。あ、そうなんですか？あ、そうなんですか？あ、そうですか。はい。いやいや、とんでもないです。もう面白くなって、すいません、なんか。とんでもないです。もう本当に。恐縮です。はい。言われませんか？はい。言われませんか？あ、僕ですか？はい。面白いね。はい。いやー、どうですかね。いや、ハマればっていうのはありますかね。なんか、すいません。早がるの癖なんですか？あ、そうですね。ちょっと、なんか、僕みたいなやつが、みたいなのがあるんで。いや、恐縮でございます。なんかその人のためになる仕事がいいなと最初思って、お笑いもそうなんですけど、なんか人を笑顔にさせるみたいなのを思って、なんかその人のためになれればなと思いまして、そういうお仕事をやらさせてもらってます。すごいですね。いや、とんでもないです。すいません、恐縮です。すいません。笑わせに来てます。いや、本当僕こんな感じなんですよ。あれですか、お笑いとかが好きなんですか？面白いこと好きです。ああ、面白いこと。ああ、そうなんですね。どんな感じのやつやってるんですか？コント、ああ。ああいうコントやってますみたいな。ああ、誰だろうな。似てる人ですか？ああ、どうだろう。いや、ロバートさんみたいな感じの。多分そんな感じなのかな。はい。ありそうです。本当ですか？はい。ありがとうございます。あ、この人いいな。反応もいいし、うん、すごい素敵な方だなと思って。うん、で、終わって、プロフィールカード書いて、渡して、そしたらもう帰ってきたんです。うん。インスタだけ記載されてました。で、二人目終わりました。はい、で、まあ、三人目の方は30代半ばかな。いや、でも、そんなもんですね。多分。うん、で、なんか、普通にもう水頼んでまして、向こうが。うん、多分、お酒あんまり得意な方じゃなかったと思うんですけど。それで、ま、ちょっとトーキングして、まあ、お笑いが好きって言って。うん、おいいじゃないですか。はいはい。で、なんか、芸名なんていうのって言われたんですよ。おうおう、怪物くんって言うんですって。はい。したらなんか調べてくれて、やばいやばいやばい。写真、プロフィールっぽくあるんですけど、吉本の公式のやつ。はい、それ見て、あ、これですかって、あ、そうなんですよって。それ見て、ちょっと全然違うよねって。でも今の方がいいよみたいな言ってくれて。で、結構いい感じになって、それでまあ時間をね、経って、うん、プロフィール書いて、一応渡したんですよね。はい、で、会計にすぐ案内されたんですよ。あれ
さっきの女の簡単のプロフィールカードってどうなっちゃったんですかって言ったら、はい、渡されてませんって言われて。ああ、なるほど、なるほど。あ、そういうのもあるんだ。あ、そうですね。はい。敗因何やったんでしょうね。敗因というか、まあ、なんか結構奥手な女性だったような気がするんですよね。慣れてない感じがして。はいはいはい。3人目終わって会計終わりまして、うん、ちょっと財布確認したんですよ、うん、そしたら、うん、交換したプロフィールカードが2枚あるはずなんですけど、うん、1枚しかなくて 2人と交換しましたよね、はい、はい。なのに1枚しかなかったんですよ。多分店内のどっかで置き忘れたみたいな感じになっちゃって3人目と喋ってる間に、そうですね、3人目と喋ってる間に女子大生さんのプロフィールカードだけもらえませんでした。何してんのマジで。いやマジで何してんですかね多分席かなんかで置き忘れたかもしれないです。もらって、もう彼女欲しいとかいう権利ないっすよもう。いやいやちょっと待ってください。あでも僕の LINE とか、あそっか向こうには伝わってるのか。もう伝わってるんで、脈があるなら来てくれるよねって話なんです。まあとりあえず総括としては、まあ楽しかったですか。総括としてはまあ普通に楽しかったですね。非常にいいシステムで、はいはい、今なら体験入店みたいなできまして会員登録するだけで2人お会いして2000円ですね、はい、2000円だったらめちゃめちゃいいと思いますね。確かに。でしかも飲み放題なんでガールズバーとか下手に行くより全然いいですよ。チャージとかもかかんないんで、はい。じゃあちょっとインスタのカードなくしてない方の人にはまあこっちから連絡して、でなくした方は連絡待つと。連絡待ちですね、はい、来るであろうとは思いますけどね。 あこんないやでもねめちゃくちゃ無駄なハードルこれ。あそうっすか、あれから4日経ってどうでしたその後。あその後プロフィールカード置き忘れた人いたじゃないですか、はい、その方から LINE が来ました。ほうほうほう。はい、そんで結構やり取りして、はい、電話もしましたね。おうおうおう、はい、ただ電話終わった後にだいぶ短文ラインが多くなってそっけなくなって、そっけなくなりましたね。それまでは結構 3,4 行ぐらい使ってきてたんですよ、はい、スタンプで終わらせられたり。電話したきっかけで。電話きっかけですねもうそれやん。じゃあいやで一応 LINE は続いてるけど、 LINE は続いてるんですけどほぼほぼ見込みないと思いますね。でスタンプで終わらせるんですよ、ああ話の途中で。これスタンプ俺調べたらそこでなんか LINE を終了したいから送る人が多いみたいで。全員知ってますよそんな。あそうなんですか、はい、僕知らなくて、え可愛いスタンプだなとか送ればいいのかなと思ったんですけど一番赤いやつです、ね、一番ダメなんですよ、はいはいはい、でもう一人インスタの連絡取った人は、インスタの連絡先交換させてもらった人が、はい、LINE でも繋がって、はい、電話しました。おうおう、はい、それで結構いい感じで、普通にいい感じですね。あ、今のところ。今のところ僕も本当にその人のことがすごい気になってたので、とっても素敵な方だと思ってたんで、あ、なんかいい感じになってますね。あ、じゃあまあ、もう一人目の女子大生の子じゃなくても。はい。二人目の方でも、はい。なんでだから、シングル行ってよかったなっていうのはありますね。この先の展開も結構良さげ丸だったんで。はい。ちょっと普通にね、アタックしてもいいのかなっていう。はいはいはい。シングル、マジでおすすめです。やってみて、本当に。